はい、皆さんこんにちは。はい、今回ですね、なんと僕のチャンネルが登録者数50人突破ということで、はい、皆さんどうもありがとうございます。はい、まあ50人といえば普通の人気のユーザーから比べれば全く50人なんかと思われますが、僕にとってはとっても嬉しいことです。はい、皆さんありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、今回その記念動画としてね、はい、今マリオが映っていますが、はい、僕の部屋に置いてあるちょっとマリオグッズについて紹介していきたいと思います。はい、このマリオは、まあ、その一部で、これがなんと、はい、これほどたくさんあります。どうですか。はい、上もあります。まあ、はい、こんな感じで、はい、いっぱいあります。すごいですよね。まあこれ、はい、全部集めるのにはまあ軽く5万はいってますね。多分5万6万は、はい、普通にいってます。はい、で上も なかなか捨てられない紙などはなんか貼ったり、まあいろんなものがありますね。はい、ではね、はい、こんな感じです。はい、まあ、ここにはマリオがどうですかみたいに紹介して、でここにアイテムがあって、でマリオとルイージがいて、この辺ニュースーパーマリオブラザーズの辺で、でクッパー7人がいて、クッパーが見てて、で後ろには、はい、カートのやつがあって、でこの辺にはマリオの変身がありますね。はい、でこのプロペラマリオはあのシークレットなんですが、なんかなぜ後ろの方に置いてあるのかわからないです。自分で置いたのになんか。で、まあ、こっちはいろんなマリオの姿や、でここは、はい、見合ってますね。ファイヤーマリオとクッパが、でドンキがなんか閉じ込められてます。はい、でここはゆったり系みたいな感じで、でここはマリオギャラクシーですね。はい、マリオギャラクシーの段で、でここはなんか、はい、マリオの家みたいな感じで、でここは、はい、普通のスーパーマリオみたいな感じで、はい、でここにクッパ軍団がいます。でここにもファイヤーマリオがかっこよく立っています。でここは、はい、アイテムの勢ぞろいという感じです。でも、はい、この音のやつとかもってなったり、あれ、はい、でアイス、はい、バナナと、はい、まあ音のやつも、はい、まあ上にもありますが、まああれはちょっとめんどくさいんで今回はやりません。はい、まあこんな感じでたくさんのマリオがあります。まあマリオはとっても大好きなんで、はい、このように自分の部屋に置いてあります。はい、このカメラ1個では収まりませんね。この上と下全部は、はい、まあこんな感じです。では登録者数50人ということで、はい、記念動画でした。はい、では皆さんありがとうございました。で、今回じゃない。次に、まあ、会えるのは、ルイージマンション2の開封動画ですね。ルイージマンション2は、はい、3月20日に発売が決定したんで、まあ、もうすぐですね。はい。まあ、とっても楽しみです。まあ、今回、マリオは触られてないのかな？はい。まあ、あんまりよくはわかんないですけど、まあ、はい、まだお化けキューブを使ってルイージがお化けを退治しながら進んでいくと、まあ楽しみですね。はい、ルイージマンションです。はい、ルイージマンション2をやっていきたいと思います。まあ、やるかわからないな。実況プレイは やるかな。多分やらないですね。あ、やるかもしれないということで、はい、で今回記念動画ということで、はい、このマリオグッズを紹介しました。はい、ではありがとうございました。はい、では皆さんさようなら。